県内で今日新たに116人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました1日あたりの感染者としては過去最多で100人を超えたのも初めてです新たな感染者の内訳は静岡市で45人八重市で13人沼津市で10人などとなっています116人は1日の新規感染者としては過去最多で 100人を超えたのは初めてですまた静岡市で高齢者の男性1人の死亡が確認されました静岡市では青い区のカラオケ店で新たにクラスターが発生しましたこれまでに客10人の感染が確認されています市によりますと感染した人たちは大晦日の夜に知人14人と店を訪れ 歌う際はマスクをしていなかったということです。市では店舗名の公表に向けて店と交渉中だということです。感染拡大地域へのからの規制や都の交流に伴う持ち込み持ち帰りによる家族内感染が増えているった情報がございましたので、県の東部がそれが早く始まったということで中部西部でもですね起こってきていると。 県では、さらなる感染拡大に警戒を強めています。